皆さんどうも、今回は J1 第31節、東京ベルディ対サガントスについて振り返っていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。えー、この試合、東京ベルディらしくカプター一戦だったんじゃないかなと思います。まあ、しっかりボールを保持する局面だったり、まあ、自分たちの時間帯じゃない時に耐え切る力だったり、で、どのように迎撃をしていくのか、 この辺りを確実に押し出すことができたんで、サガントスに2対0と勝利を収めることができたんじゃないかなと思います。まあ、対するサガントスなんですが、まあ、やっぱり守備の局面だったり、まあ、攻撃の局面だったり、各々のつながりが切れてしまっていて、少し苦しい一戦だなと改めてこの試合も思いました。まあ、どのようにしてチームとして戦っていくのかっていうのが、やっぱりちょっと整理されていないですし、 ま、気合は感じるんですが、それで勝ちきれるほどサッカーは甘くないなと改めて感じる一戦でもあったんじゃないかなと思います。じゃあ、どのようにして東京ベルディがサガン鳥スを圧倒していったのか、まずこちらについて振り返っていこうと思います。 東京ベルディなんですけど、この試合もゲイ役エリアをしっかりと作りながら攻撃を仕掛けていましたで。基本的に各所でマンツーマンを作り出していくんですが、そのマンツーマンの場所っていうのは、斎藤選手と中原選手、森田選手とスリベカ選手で、宮原選手と福田選手、小長選手と久保選手、ここが基本的にマンツーマンのところとなっていたんじゃないかなと思います。で木村選手はまず西谷選手、ここのアンカー下しを行いながら、 山崎選手だったりに出ていくことが多かったかなと思います。で、やっぱりポイントとなってくるのは、この山見選手と山田選手で、まあ、彼らが外斬りで原田選手だったり木村選手、センターバックに覗いていくことで、ここの迎撃エリアに入ってくる選手をしっかりと潰しきって攻撃に移ることっていうのはかなっていたんじゃないかなと思います。じゃあ、どのようにそれを作り出していたかっていうと、ここの山崎選手、木村選手、原田選手、彼らは結構同じラインで、 え、プレイをすることが多かったんで、かなり木村選手、山見選手、山田選手はプレスがかけやすかったんじゃないかなと思います。例えばですけど、木村選手が西谷選手を捨てて、 プレッシングをかけた時にはまあ、木村選手、まないし、原田選手どちらかにパスが出ることが多くなっていきます。で、ここで山田選手がしっかりと外切りのプレッシング。まあ、もっと言うとウィングバックを消しながらプレッシングを行っていくことによって、木村選手は内側のパスコースを見つけることが多くなっていきます。で、この際に西田選手には斉藤選手でセーブガ選手には森田選手で、基本的に日野選手はこういう風に降りてくることが多かったんですけど、ここには綱島選手がしっかりと出ていくことで、ここで。 することっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。でここの迎撃ポイントをうまく作り出しながら、えー、ボールを奪ってそのまま速攻に出ていくことは叶っていましたし、えー、サガン鳥栖からすると、まあ、ここの背後のスペースを誰が使っていくのかっていうのは一つポイントとしてあったんじゃないかなと思います。で遠藤選手は割とここに残ること、まあ、中央に残ることが多かったんで、まあ、谷口選手、千田選手でえっ、ー、と東京ベルディは。 対応することが叶っていましたし、仮にここに抜け出されたとしても、チダ選手なんかがスライドを行いながら、えー、守備を行うこと、守備を完結させることっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。まあ、どのように前進していくかっていうのが、一つ、サガントスは、えー、ポイントとして挙げられていたんですが、まあ、ここの背後を誰が使っていくのか、まあ、もしくはボールを受けたがる選手がたくさんいたんで、こういうふうに降りてくることで、その迎撃を上調してしまったっていうのは、この試合、 うまくいかなかった一つの要因だったんじゃないかなと思います。まあそれでもやっぱり戸賀樫選手だったりが抜け出した時っていうのはチャンスが広がることは多かったですし、まあそれでも戸賀樫選手がこういう風に抜け出した時に、ここでスペースと時間を作るため、まあチームの負債をしっかりと背負って で全体を押し上げることができた場合のみ攻撃を仕掛けていくことはかなっていたんですけど、まあ、ここをどのように使っていくのかでここにどのように絡んでいくのかっていうのは残留を決めていく上で残留争いを優位に進めていく上でとても重要なポイントなんじゃないかなと思います。 まあ何度か後を見せた、ここの迎撃を促しておいての、えー、レイオフからの背後っていうのも作り出すことがあったんですが、これを再現性高く行うことができれば、もうちょっとゴールに迫ることっていうのはかなっていたんじゃないかなと思います。で、東京ヴェルディなんですけど、他の動画でも述べているように、かなり保持が上手なチームです。で、この試合も、えー、サガントスの守備をうまく回避しながら、開く場所を作りながら、 崩しに入っってていいいいくこととがかななたんじゃないかなと思いますで基本的に3人の土台を作るのはこの試合も変わらず富樫選手と日野選手に対してこの3センターバック谷口選手、千田選手綱島選手で数的 A を作りつつ斉藤選手と森田選手で中原選手、スリブカ選手に影響を与えながら、えっと、土台を作っていきますで。基本的に山見選手、木村選手、山田選手ここの3枚は中央のこの3センターバックを止めることから、えー 攻撃を始めていたんじゃないかなと思います。で、えー、サガントスなんですけど、532っぽくプレッシングをかけていく中で、この久保選手、福田選手、彼らはまずバックラインに入ることが多かったかなと思いました。で、故にオ長選手だったり、宮原選手、彼らがトスのウィングバックと 距離をを作りなががらプレーをすす。ることができきていきますでどのように攻撃を仕掛けていくかというと、まあ、基本的に谷口選手、千田選手、綱島選手、まあ、ここの3枚でボールを回しながら、ないしは斉藤選手、森田選手を絡めながら、えー、とボールを回していくと、富樫選手、日野選手に対して、ここの3センターバックで、 数的優位を作り出しているんで、まあ、必ず誰かがボールを持つこと、まあ、外側のセンターバックがボールを持つことができるようになっていきます。で、そうすると、えっと、中原選手とスリブカ選手を、このインサイドハーフをセンターハーフで止めること、で、オナ選手が少し降りてくることで、久保選手を引っ張り出すことを行っていきます。で、この際に山見選手がしっかりサイドに流れながら、で、木村選手も斜めのリンクを作りながら、 ここのトライアングルを作ることっていうのはこの試合もうまくいっていたんじゃないかなと思いますでここの木村選手山見選手の横の動きによって原田選手だったりが数的不利な状況もしくは山崎選手だったりがこういうふうに寄ってくるとこういうふうなやり直しで逆の宮原選手が不利になってきますしここの三角形の作り方っていうのはかなりスムーズだったんじゃないかなと思いますでこれを 行っていくと、えー、山選選手手でで久保選手に影響を与えれるんで、まあ、例えばですけど、久保選手が中途半端にプレッシングをかけたとき、まあ、ないしは外を切りながら、中を切りながら、まあ、ここの方向付けを確認できるのが、小長選手、宮原選手のとてもいいところで、彼らが起点となりながら、えー、と崩しの。 局面を選択していいいくこととは多かかったんじゃないかなと思いますで基本的には山目選手が受けた時にはここで仕掛けを行うことが多かったですし逆に木村選手にこういうふうにボールを当てた時斜めに当てた時には斉藤選手森田選手のレイオフなんかが効いてくるんで、まあ、ここで 崩しに入っていくことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。まあ、かなり攻撃を仕掛けていくための手前と背後っていうのをうまく作りながら攻撃を仕掛けていたのが東京ベルディで、で一つ一つのプレッシングは いけるんですけど、まあ、その連動性があるかないかって言われると、あまりない状況でプレッシングをかけてしまっていたこと、まあ、ないしは近くの選手が対面に対して対応するのみになってしまっていたんで、サガントスは苦しくなっていたんじゃないかなと思います。で、当然なんですけど、オ長選手だったり、宮原選手、ウィングバックの選手が上がっていく状況もあります。で、この場合は、 しっかりとウィングバックをピン止めすること、で内しは木村選手が背後を常に伺っていくことによって、山見選手がディフェンスラインから離脱することで空間で引き取ることっていうのはかなっていたんじゃないかなと思います。山見選手も山田選手もターンが上手でそこから仕掛けていくこと、いろんな選択肢を持てるようなドリブルを仕掛けることができるんで、 え、攻撃の展開だったり、崩しの展開が広がっていきますし、まあ、その中で、オ長選手、宮原選手が絡みながらクロスからのフィニッシュ、で、木村選手と山田選手、山見選手のコンビネーションを使いながらのフィニッシュ、で、斎藤選手、森田選手が攻撃を組み立てていくような崩しっていうのも作れていきますし、かなりいろんな色を持ちながら攻撃を仕掛けれるのが、やっぱり東京ベルディなんだなと、この試合も思いました。 ですがサガントスは清武選手が入ってきてかなり彼がタクトを振るいながら攻撃を仕掛けていくと1、まあ、個、やっぱ喉元にさせるようなパスだったり、まあ、その手前の崩しの導入だったりがめちゃめちゃ上手な選手で。彼に 押し戻されることっていうのは東京ベルディあったんですが、まあ、それでもやっぱり守りきれるのが上福監督の東京ベルディで、でそれで守りきりながら、まあ、流れを引き寄せることができるのも、この順位にいる大きな要因になっているんじゃないかなと思います。まあ、本当に東京ベルディらしく勝った一戦だと思いますし、めちゃめちゃ改めて強いなと思う一戦でもありました。まあ、本当に東京ベルディのサッカー面白いんで、ぜひ皆さんこの試合も見返してみてください。はい。 本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ